ミランドラは、イタリア共和国エミリアロマーニャ州モデナ県にある、人口、約2万4千人の基礎自治体、モデナ県北部に位置する。県とモデナから北東へ、約2 9トル。フェラーラから西へ約4 4トル。州とボローニャから北北西へ約4 9トル。ベローナから南へ、約6 1トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、 以下の通り。FE はフェラーラ県、MN はマントバ県所属。ミランドラの中心市街は、かつては星型要塞であった。ミランドラには、以下の分離集落がある。ルネサンス期の城塞都市に起源を持つ。この町は、14世紀以来4世紀にわたり、ミランドラ広告の首都であった。代々この地を治めたピーコ家からは、人間の尊厳を主張したとされる。 人文学者、ジョバンニピーコデラ・ミランドラが出ている。1510年と1551年の2度、この町は軍隊の包囲を受けている。2012年5月20日には、モデナ県北部を震源とするイタリア北部地震に見舞われ、被害を受けている。ミランドラを中心に、周囲のいくつかの町を合わせた人口約8万人の地域に、イタリアの医療機器メーカーの 約90%が集中する産地が形成されている。1960年代に薬剤師マリオ・ベロネージが輸血循環用の使い捨て用具の生産を始めたのが契機である。1970年代から1980年代にかけて多様な医療器具を製造する多くの企業がベロネージによって設立されたほか、その関係者による独立開業も 相次に、ミランドラは医療機器の産業集積地として知られるようになった。1980年代後半から1990年代にかけて、ミランドラの中核企業4社は多国籍企業の参加に入った。このほか、ドイツのビー・ブラウン社もミランドラの企業を買収している。豚のひき肉と香辛料から作られる加工食品であるコテキーノとザンポーネ、ザンポーネは 豚足に詰めたものであるは、モデナ県の名物として知られるが、これらはミランドラが発祥の地とされている。1511年に、ミランドラが、教皇ユリウス2世紀の軍勢に包囲されたおり、保存食として生産されたのが、コテキイノとザンポーネの始まりとされている。モデナのコテキイノと、モデナのザンポーネは、モデナ県が保護指定地域表示の対象となっている。 町のシンボルを描いたタイルが、ピコデラ、ミランドラの横顔も見える。ありがとうございます。